どんぐり FM。 最近職場でラグビーハラスメントがすごいんですよ。おラグビー好きな人がまあいるんですけどね、ラグハラ、ラグハラがめっちゃラグビーの話してくるんですよただまあ我々もね野球の話をしがちっていう負い目があるんで、ラグビーの話もすごい聞いてるんですけど、うん、わかんないっすねあれね。お何しろルールがわからない、見どころがよくわからないってあるんで、ぜひラグビーで高校に推薦入学したという夏目さんにラグビーの話を聞いちゃおうかなというコーナーです。僕はもう大人になってそういう話してないですから ね人前でね、しないようにやっぱ心がけてんの、過度なラグハラはしないようにっていうの。ラグハラ、そうですね、だって誰もわかんないじゃないですか。わかんないですよね、うん、うん、あのラグビーワールドカップが日本で開催されてて、はい、非常に盛り上がったわけですけど、夏目さん静かですもんねここぞとばかりラグビーの話をしだすと思ったらやっぱり静かなんだっていう、うんうん、見てるんですかラグビーの試合は。見てます。しかもあれですよ、僕、うん、現地行きますよ。チケット持ってます。そうなの、はい、行ってんだ、はい、そういう話も全然しないもんねなんか前回収録した時もさ、もうすぐラグビーワールドカップ始まるとかさ、うん、チケット取ったとかも一切言わないもんね、うんうん、それは何なんすか、夏目さんとラグビーって何なんすかその関係は。何ちょっと距離感があるじゃないですか。いやいや、うん、実はむちゃくちゃ近いけど、うん、人に言わないだけです。なんで言わないのいやだって分かんないじゃないですか。まあね、分かんないんだよな。分かんない分かんない、うん、で別に承認、そこに承認欲求があるわけじゃないので、うん、自分でもう自分で見に行って夜とか、うん、ビール飲みながら、うん、あのいろんなラグビーの映像を見て、うん、楽しいなってこう一人で。そうなんだ。そうそう、あじゃあ行ったの、あのスタジアムまで行って。まだ行ってないですけど行きますよ、うん、あそうなんだ、うん、うん日本戦行きます。ほんほん、日本は強いんすか。今年強いですね。うん、なんかねすごい強い国に勝ったみたいなね。そうそう、うん、アイルランドかな、うん、日本はラグビーワールドカップって1987年から始まったんですけど、うん、日本はですね、あの過去4回しか勝ってなくてですね、試合に。そう、うん、ちなみに2015年かな、うん、に多分 2,3 回勝って、うーんそれはすごい。それ五郎丸が有名になった時ですか。そうそう、で 2,3 回勝って、うん、その前に1回勝っただけ。それ以外勝ってないんだ。勝ってない、うんうん、でも出るだけすごいの、ワールドカップって。まあいや、サッカーの場合ね出るだけでも大変だったわけじゃないですか、うん、あのラグビーは出てるっていうのはね、うん、すごいのかなっていう気もしますけど。うん、まあアジアだとね、あのもう毎年日本、毎年じゃない、毎回日本が出てますけど、うん、アジアの他の国がやってないですかね。うん、そんなにね盛んじゃないんで。そうかそうか、ラグビーワールドカップね、うん、えそれは同僚は何を話してくるんですか。この選手がどうだとか。そうですね、このポジションはこういう動きをするみたいな。はいはい、この国はこうだみたいな。そうそう、全く頭に入んないんですよその同僚は普段は広島カープファンなんですけど、うん、広島カープは今年4位になったことで、もう野球はなかったことになって一気にラグビーファンになってますね。へえ、うん、いやいいんじゃないですかラグビー、うん、世界で3つ大きい大会の中の1個ですかね、夏のオリンピック、うん、FIFA ワールドカップ、サッカーのワールドカップ、ラグビーワールドカップ、この3つが3大大会世界の。そうなんだ。そう、じゃあラグビーってさ、日本では知名度がないというか、まあ、見る人いないけど世界規模だとすごいメジャーな、うん、そうそう、サッカーに並ぶ。そうなんだ、そういうのも意外と知られてないもんね、うんうん、そう、最近その話を友人としていて、うん、前回大会とか40億人がテレビ見たんですよ。そんなに見てんだって言ったら、うん、え俺20億人がわっつって見てない方のでもうちの家族とか誰も見てないし近所の人見てないよ。そうだよね、うん、それはさ、やあのプレイしてる人口が多いの、ヨーロッパとか、うん、そっちの方でプレイしてる人口もだし、まああれです、日本は全然ですけど、うん、野球です、野球。ヨーロッパでいう、うん、ヨーロッパってそんな野球とかやってないですよね。ビール飲みながら、うん、ラグビー見て楽しいなっていう。そっかそっか、だから日本もまあ野球やってる人も多いですし、それよりも見てる人の方が多いじゃないですか、うん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 、みんななんか夜見るみたいな、うんうん、テレビでやってんの、うん、ほーん僕もこの間ね、あの六本木かなんかのスポーツバー的なとこで見たんすよ、うん、ラグビーを。よくわかんないですよね。わかんないですね、人が盛り上がってると点が入ったんだなっていうあと最近分かってきたのが、うん、ゴールの方に2本の棒立ってるじゃないですか、うん、
あれの近くでトライを決めると、うん、その後のボーナスポイント的なキックが正面から打てるっていう、うん、だから正面から打った方がその2本の棒の間に入りやすいから有利だから、みんな正面の方でトライしようとしてるんですね。そうですね、トライって今5点なんですけど、うん、昔4点だったんですね、1990年ぐらいは、うんうん、それより前って2点で、それより前って0点だったんですよ。0点だったの。そう、だんだん上がってんだ。というか昔価値なかったので、うん、なんでトライっていうかっていうと、うん、そのキックを蹴る挑戦権、挑戦権のためだから。そう、じゃあキックが何本番なの。そうだから、うん、トライっていう名前だったんですよ。へえ。でもまあさすがに0点だとちょっとなんか端っこでトライする気なくなるから。そうだよね、うんうん、増やしていくかみたいな。そう増やしていくかみたいな。今トライの方がトライの方が中心っぽくなってるよね。ね、うん、そうそう。昔はでも、あ、そうなんだ、昔って言ってももう大昔の話ですけどそっかそっか、そういうのも全然知らないわ、うん、ラグビーはですね面白いんですけど、ラグビーワールドカップを言うんだったら一番欠かせないのは、うん、まあ、ルールとか全然知らなくていいんですけど、うん、映画にもなった、うん、1995年大会ですね。1995年大会のワールドカップが映画になったんだ。そう、うん、なんだっけなこれ、なんかインベスタみたいな、毎回忘れちゃうんですけど、あの名前のインビクタスだっけ、前も言ってたよね、なんかね。そうそう、なんかそんな名前になったんですけど、うん、何かと言いますと、うん、アパルトヘイト、はいはい、黒人の隔離政策が起きた時の、うん、はい、でもうなしですってやった時の大会で、うんうん、で南アフリカで開催して南アが優勝したんですよ。もうそうなんだ。そう、うんうん、でマンデラ大統領が、そう、選手37人の名前と、うん、そうそうそう、どんなプレーか覚えて、そう、一人一人声かけたっていう、あの大会ですか。そう、うんうん、その時のね盛り上がりたるやすごいんですよ。会場がもう本当に人が、うーん、でネルソン・マンデラがずっと言ってて、うん、こう黒人とね白人が、うんうん、もう分けるのなしだって言ったけど、でもそんなことなく、うん、街中では喧嘩しちゃったりとか、うん、してるときにラグビーで、うん、これからは一緒になっていくんだって言って、うんうん、でチームにも黒人の人がいたりしたんですけど、うん、みんなで勝つんだって言って、うん、初めてそこで喧嘩してた黒人と白人、うん、南アフリカの人たちが肩組んで応援して、うん、優勝した後わーいってみんなでハイタッチした。その現地に夏目さんも行ったんですか。行ってないでしょそうなんだ。そう、すごい大会だったんですよ。その映画ちょっと見てみたいですね、うん、それがね、うん、あの実際に映画にもなったのでリンク貼っておくので、その映画は本当におすすめ、うんうん、ネルソン・マンデラっていうね、黒人で初めての大統領になった人が、インビクタス負けざる者たちですね。それだ、うん、インベスターじゃない、それインベスター Z だわ、うん、2009年に出た映画だから割と最近なんだ。映画自体はめちゃくちゃ面白いですよ。それへえ、面白そう。うん、だからラグビーというよりも、あ、こういう背景だったんだ、しかもそれが実話なので、うんうん、じゃあこのワールドカップ期間中に見るといいかもしれないですね。確かに確かに、うん、そうそう。いやー、ラグビーね、でもこれもう一生ないんじゃないかな。オリンピックもそうだけど、そのワールドカップは日本でやるってのはなかなかすごいことなんだ。いや、なかなかさすがにすごい、もう一生ないと思いますよ。一生なんだっけ、4年に一度じゃない、一生に一度だっていうのがメインコピーなんですけど。じゃあ1回ぐらい見といた方がいいんですかね、うんうん、結構チケット高いんでしょ。でもチケットはもう取れないんじゃないかな、さすがに、うん、数十万かけるって言ったもんな。うん、僕もどんぐらいだろう、20万円ぐらい持ちとか。あ、そうなんだ、うん、夏目さんの知り合いとは出てんの、同期とかは。あ、まああれですね、裏どんぐりだと思ったんですけどでこれどんぐりに、うん、ね、これブログとかでは絶対書かないんですけど、はい、どんぐり聞いてる人だけにこっそり教えると、うん、出てるんですよ。出てるんだ。僕の高校は実は鬼のように強いので、めっちゃ強豪校なんでしょ。後輩が、うん、副キャプテンじゃないけどそういう位置で、うん、へー、そうなんだ、出てるんですよ思いっきり。すごいね。そう、思いっきりもスタメンで出てる。高校の後輩がさ、ワールドカップの日本代表出てるってすごいよね、うんうん、しかも多分前後 2,3 年の中で一番すごいって言われてる人で出てますね、うんうん、そうなんだ。そうそう、それは応援するよね。応援する、うん、家族で応援してる。そっかそっか。じゃあ元高校の仲間はすごい盛り上がってるんだ。そうっすね、うん。ていうか強豪校だからあれか、いろんな大会にも出てんのかあれかしら、常に。そうっすね、うん、ただそこまで、うん、だって日本ってか、あのあれですよ、 3,4 割は外国人だから。あ、そうなんだよね。そうそう、それ見てびっくりしたんだけど、うん、外国の人も出ていいの。大丈夫です。あ、そうなんだ。外国人枠みたいなのあるの。
ある。でラグビーは結構変わってて、帰化してなくてもなれるんですよ、うん、そうだよね。3年以上住んでたらなれます。あ、そうなんだ、うん、じゃあ僕がアメリカに3年住んだらアメリカ代表として出れるんだ。そうそう、面白いですね。なんかそれは移民の流れがあって、うん、もともとイングランドが発祥で、うん、でイングランドがいろんな国を植民地にしてた時に、うんうん、俺も出たいって、例えばガーナとか、うん、イギリスの植民地でしたけど、植民地の人たちもイングランド代表で出るようになってる。そうそう、イングランドの人が、うん、例えばフィリピンとか、うん、ガーナ行ってた時に、うん、でも俺でもそんなラグビーやりたいからって言って、うんうん、誰でも出れるようにしたっていう文化があって。懐が深いですね。懐が深いというか、自分たちがやりたかっただけというか、うん、そうそう、だから3割近くは外国人なので。そうだよね。なのでその中に出てるのがすごい。うん、さすがにいないですね、うん、ちょっと大学とか、大学ラグビーとかだったら、うん、先輩も後輩も、うんうん、バラバラ出てますけど、さすがにガチンコ日本代表にはなかなか選ばれるのは難しいと。だってなるみさんが例えば仙台育英とか、うん、国学院久我山とか、はい、愛工大名電に行ってても、うん、ワールドシリーズというか、はい、世界日本代表にはそんなにいない。その野球にはさすがにいないですよね。まあね、そっか、そう、まあ、出てるだけすごいよな。すごい、ほんさすがにそれはすごい、うん、日本代表にやっぱの候補生とかには結構先輩も後輩もパラパラなるんですけど、うんうん、マジンコ代表にはなんないですね、さすがに。今ってあれは今トーナメント戦というか、トーナメント戦の前の予選みたいなやってるんですよね。やってます。この後本戦に進んでいく感じなんですか。うん、で日本がかなり格上にも勝てたので、うんうん、このままだといけるかな。多分これ放送してる時にはもしかしたらいってるかもしれないですけど、うん、ベスト4とかベスト8とかになるんですかね。いや4とか8にはさすがに厳しいんですか、うん、あれでも勝ったら、それで勝ったらもうベスト8かな確か。そのトーナメント戦に出たら、トーナメント出る時点で16とかになりそうな感じはするよね。16か8か確かそんぐらいですね、うん、じゃあそこで1回2回勝つと結構快挙なんですね。うん、てか今まで1回もそのプール戦から勝てたことはないんですよ。あ、トーナメントまで進んではいないんだ。決勝トーナメント1回見たことない。じゃあ行くだけでも快挙なの。うん、うん、4チームあって、うん、で日本が今のところロシアとアイルランド両方に勝ったんで、うん、あとサモアとスコットランドで、多分アイルランドが世界ランキング2位とかの、うん、3位とかそんぐらいなんで、うん、そこに勝てちゃったんでトップで出れるかもしれない。出れるかもしれない。そしたらやばいですよ、うん、やばい、さすがにやばい。さらに盛り上がってしまう、うんうん、ラグビーワールドカップが始まって、うん、実は40万人外国人が来ております、日本に。まあそうなんだ。で皆さんは気づかないかもしれないですけど、うん、よくよく渋谷行くとですね、うん、渋谷の土日とか、うん、どれぐらいだろう、感覚的に10人に1人ぐらいラグビーで来てますよ、外国の人。あ、確かにね、ちょっと見かけたんだよね、ボーダーのラガーシャツ的な着てる外国人観光客が増えてるよね。そう、うん、カナダ人みたいな、赤と白のしましまで、はいはい、おじいちゃんおばあちゃんの集団が観光に来てたわ。カナダとかは10月2日にニュージーランドと戦ったりしてたんで、うん、あ、そうなんだ、うん、結構よく見るとそうなんですよ、いるんですよ、ラガーシャツの外国人が増えてるなっていうのがあるね、渋谷とかでね。そう、しかも皆さんそんなに服着替えずに外出てるので、うんうん、結構目立ちますね。そうだね、うんうんうん、いやー、ラグビーワールドカップ僕は見てますね、やっぱり、うん、ひっそり見てるんだ。 J スポーツ契約しましたもん。あ、そうなの見てます。じゃああれですね、まあよくわかんない人は映画から見るといいかもしれないですね。そうですね、うん、インベスター Z インなんだっけ正しいタイトルを言います今から、はい、インビクタス負けざる者たちですね。はいはいはい、はい、それだ、見てみようと思います、うん。